よし。ロロ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 今回はですね、視聴者さんのコースをやっていく、いきます。ちょっと珍しいですね。まあ基本的にコースの募集などはしていなかったのですが、ですね、今回はね、なんか、ファイアマリオ、ネコマリオ、カート、ビルダーマリオとかね、いろんな変身を使って進むコースなので、ちょっと面白そうかなって思ってね、珍しくやっていこうかと思います。うわ、なんだこれ。不審者みたいな人が遊んでる。ちょっと足跡がまだ1しかついてないんで、今ちょっと気になって見たんですけど、なんか不審者みたいな人が遊んでんな。コメントはなんだこれ。ピカソの絵みたいに、あ、違う。作った人のコメントですね、これは。ヒントか。ピカソの絵とか失礼なことを言いました。なんかヒントっぽいっすね。矢印が書いてある。絵でヒントかな。ちょっと自分はコース中のコメントはオフにしてしまっているので見れませんが、ヒントっぽいですね。リズムスピードラン4フェイズ SD さんのコース、コイン20枚以上取ってからゴール、なんか鬼畜コースクレイジーレベルってもう説明文に書いてましたが、下に行くの、下のコインを取る。いや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 、幅跳びやね。この最初の下のやつはトゲブロックの下は壁キックができるっていう、あのさ、ドゥーン、ディ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 ーン、ん？あれ？どうなった？どうなったって。死んだけど。どうなった？どうなりましたか？死にましたですけどね。ちょっと待ってよ。あー、なんか飛べないな。うまく飛べないぞ。はあ、ああ、ディン、これいいよ。トゲの上で壁キックやわ。壁キックして帰ってくる。オッケーオッケー。さあ、ここでビルダーマリオになって、あら、おいおい、ちょっとドンドンドン、待って、ここでビルダー取る、そしてドアに入る、そしてお前を殺す。ああ、お前よ、ん？ビルダーなしで行くことは無理か。とりあえず進んでいく。ああ。ちょっとこれは無理。なんか、ドヤ、着地した。なんかマリオがポーズ決めてた。ここで入るっしょ？コイン取って倒して、から行きます。OK で、ああ、足らん。もっと飛んでいいのか。ほい。で、またあれよ。針の下の壁キックでコインを取りながら戻ってくる。オッケー、これでいける。じゃあ、たーゆーん。よし。ドゥンドゥンドゥン。ほい。ほい。いけるよ。よし。壁キックで。距離が足りない。ドゥンドゥン。ほいほい。よし、ここで。針の下を壁キックして、ワープに入る。あ、これ。これあれだ。ビルダーの箱。箱ってやつでちょっと遅かったわ。おおお、ボヨンボヨンボヨン。え？今日どうしたんだ。今日のマリオちょいちょいどやるな。よし、あれ落ちた。おい、大丈夫大丈夫、なんとかいけるか。これであのドッスンをハンマーで壊す。えー、なんだ、何が起きた。パコンって跳ね返っちゃった。ここを2個積んで、よーし、これならジャンプしなくても叩いて壊せる。おいで。
さあここでトカン入った後はにゃい右に風キック。おーあかん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 、これは無理。あーダメやん。おーオンオフを作動させないと。はい、でしょピーからう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 ら、ドキ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 、はい、しろ、やばい、効果が切れる、効果が切れる、うーちゅん、おいやん、よし、うら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 、落ちろ、あ、まだあったわ、まだあった、床がよく見えてなかった。ここへ立ち止まってから、研ぎした壁キック、ここは研ぎした壁キック、あー、なんですか、潰される。研ぎした壁キックが多いですね、このコースは。でここで一旦バネで跳ね返ってから右行きゃいい。よし、ここは。やだー、勢い足らず。止まっちゃったなー、今。一気に流れで行くべきか。Uターン。ジャンプ。飛び降りして。そのまま、ここ飛び。からのー。オッケー、猫マリオ取ってそのままピージョンプ。さあ登って U ターン。おっとブーっとワープした後すぐに右にずれるんだこれ。どうめっちゃ追跡早い早い、これ速攻ですぐすぐ、うわ早い、すぐ殺しに来る。急げ急げ、あっよしいいか、やべ、あちゃ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 、あーかんかんかん、これはうー、よし、あれうわ閉じ込められた。いやいや、しかしな、まだ勝負を捨ててはいけない。まあさすがにね、このワンチャンスを無駄にはしない。よし、これで1回ぐらいは練習ができるだろう。こういう時にね、大事やから。おーの、よし、あーダメやん、わーむずいな、ドッスンドッスンゾーン、よし、あめめめめ、あおあ、そんなこともあるか。よし、そんで壊して、あー壊しての、もうドッスにしがみついて、あコインがもう20ん、よしいいぞ、ここで降りる、どれやよーし、うまいことつ、いやーくそ、ここのトゲの下で、かー、トゲの下で壁キック、よし、トゥントゥントゥン、ほっほっ、ショートカット。でん。おーしょー。よし、いい。まっすぐ積み上がってるときは安定度が高い。よし。でん。ほい。ほい。おい。殴ってから。ファイヤーで押すのが効率的に、効率的ですね。よし、さあオッケー、
よし。さあどうだ。計算上ではこれでコインがちょうど20枚に。おげおげ、あ、食らっちゃった。大丈夫かこれ。食らっちゃったが、よーし、いけた。おっと、来たぜ。よいしょ。おお、クリアになったか。オッケー。まあ、さすがに一番乗り。他にやってる人おらんかったからな。よーし。ちょっとね、ルートが、コインが全部ではなく20枚だったんで。なんだろう。最初のテイクと、ん？途中のプレイとクリアテイクでプレイのルートが結構結構変わってると思うんですけど、最小限の20枚だけ回収するルートで来ました。よし。まあね、猫マリオ、ファイヤーマリオ、ビルダーマリオ、マリオカート、もう 3D ワールドのね、なんか変身とかそういう要素がね詰まってているスピードランコースでした。はい、そんな感じで今回は終わります。ありがとうございました。